はい、ライジンの話なんですけどね、なんと朝倉未来さん、平本蓮に負けてしまいましたね。まあ、平本蓮選手おめでとうございます。勝つと思いました。二人ともどっちもね、応援はしてないんですけど、はい、平本蓮選手が勝つかなって予想してたんですね。そしたら的中してですね、やっぱ平本選手やっぱ強いなと思いましたね。はいはい。まあその試合後にですね、なんかね見てたらですね、なんかね、なんか朝倉未来を、まあ、なんかとんでもない人、まあ朝倉未来本人ではないと思うんですけどね、なんかわざと負けましたっていうコメントがあって、でも消され、急に削除したんですね、あれを SNS で言ったら、なんかわざと負けましたとか言ってですね、まあ朝倉未来を成りすました人がわざと負けましたって書いたんだと思うんですね。ちょっともう本当にやめてほしいなと思いますね。まあ朝倉未来はもう引退しそうな気がします。はい、まあライジンの話でした。